テレビや SNS でも話題、スノーマン・ラウールジホスト、空城城太郎さんが考えるモテる女性とはホストクラブに勤めている空城城太郎さんへのインタビュー第2弾をお送りします。今回はどんな女性がモテるの男は浮気する生き物なのという疑問について伺いました。モテたい女性は必見、簡単に試せるコミュニケーション術のお話が登場します。 好きな人がいるカタコン甲冑の方には特に参考になるお話です。感じたことを伝えられる女性はモテる女性の仕草でいいなと思う仕草はありますかコミュニケーションを楽しめる人が好きです。例えばお茶を飲みました。美味しいんですよ。それで1そのまま飲んで終わりなのか。2美味しいと思うか思わないか。3美味しいと思った時に美味しいですねと伝えられるか。 この3ステップが僕は重要かなって思っています。3の時に感じた内容を相手がこう言ったら喜んでくれるかなって考えて会話ができる人はアプローチ上手というか等がいいなって思いますね。例えば髪型やネイルを変えても気づかない子もいるし気づいても可愛いねとか感じた感情を伝えられる子ってなかなかいないですからね。